花風対策は、東京都足立区出身で辰波部屋所属の現役、大相撲力士。本名は山口大作。身長182センチメートル、体重109キログラム。血液型は B 型。最高位は東三段目18枚目。1986年3月場所初土俵。七代辰波よりも年齢は2歳下であるが、土俵歴は1年先輩である。 元横綱、総派黒や、元横綱、北斗海の現役時代を知る数少ない人物でもある。序の口で迎えた1986年、11月場所を全休し番付外に陥落するも、翌1987年1月場所で、即前相撲から復帰。建て替えた大阪府立単位区会館で最初に相撲を取った力士で、勝ち名乗り1号である。ただ復帰。 3月場所は負け越したが、新序力指数の関係から、翌5月場所は序二段に昇進。翌7月場所には序の口の土俵で自身初めての勝ち越しを決める。1988年9月場所以降は序二段に定着した。1994年9月場所には初土俵より8年かかって3段目に昇進する。 1997年1月場所から2年ほどは3段目に定着していたものの、それ以外は、序二段と3段目の往復を続け、2018年7月場所終了時点まで、序二段から3段目の昇進を延べ19回記録した。西3段目74枚目で迎えた2003年、9月場所では一番相撲から若東あ先駆け松山、宗世河原と並んで6連勝。 7番相撲に勝てば、新爆破昇進、さらに優勝決定戦に勝てば3段目優勝の可能性もあったが、7番相撲で、創世川に敗れ、いずれも実現しなかった。翌、11月場所ではおよそ6年ぶりに自己最高位を更新したものの、この場所は自身2度目の7戦全敗で終え、以降2021年3月場所現在に至るまで、自己最高位は更新していない。 2011年5月技量審査場所を最後に、当時の最年長力士であった土地天候が引退したため、翌7月場所より現役最年長力士となり、2015年7月場所に同期の北斗竜と共に土地天候の現役在位記録を更新した。さらに2017年5月場所では、北斗竜を抜き現役在位記録の単独1位となった。二千十二年九月場所で、 力士報奨金の金額が68円0銭となり、一の矢が持っていた最高位が3段目以下の力士の力士、報奨金額記録を更新。30代後半を迎えて以降は、序二段に在位する頻度が高くなっているものの、45歳11ヶ月で、迎えた2016年5月場所では、序二段上位で5勝2敗の成績を収め、昭和以降最高齢での3段目昇進を決めた。 2017年、3月場所、当場所3連敗を喫し、負け越しの危機に瀕してから3連勝を達して迎えた14日目の7番、相撲で、山京部屋の天見岳と対戦。約5分にわたる力相撲の果てに2番を取り直しとなり、取り直しの相撲で送り出して勝ち、逆転の勝ち越しを決めた。2017年5月場所の先週落となる5月28日に、 満四十七歳となり、一の矢を抜いて、昭和以降の最高齢力士となった。2017年7月場所二日目の一番相撲で、照ノ里と対戦し、合計年齢86歳という最高齢記録を達成した。平成時代の全181場所は全て上二段以上に在位したが、平成最後の本場所となった2019年3月場所では、 自身3度目の7戦全敗を喫し、令和最初の本場所となった2019年5月場所の番付は、西女の口4枚目となり、昭和時代の1988年7月場所以来、約31年ぶりに女の口へ転落した。2019年5月場所は、西女の口4枚目で迎え、2日目に一番相撲で、高田川部屋の松ヶ島に勝利した。 この相撲に出場したことによって昭和、平成、令和の3時代で本場所の相撲を取った唯一の力士となった。2020年5月28日に50歳となり、昭和以降で初となる50歳の現役力士となった。現役力士が50歳を迎えるのは1905年5月の鬼が谷祭時以来115年ぶり。 また50代以上の現役力士が在籍する場所は1909年6月以来111年ぶりとされ、恒例に関する記録に注目が集まった。2020年7月場所初日の一番相撲で、天一と対戦、合計年齢92歳と、昭和以降の最高齢記録を更新。6日目のウリウトラとの対戦で挙げた白星は、 50代の力士として112年ぶりと報じられた。この場所は2勝5敗と負け越したが、50代力士の本場所解禁は、1906年1月場所の鬼が谷以来114年ぶりという。2021年1月21日には、同年初場所12日目で勝ち越しを決め、1905年5月場所の若木屋以来116年ぶりの50歳以上の、 力士による勝ち越しとなった。50歳を迎える前に引退の話も出て、師匠も2020年7月場所後にもうそろそろという話も正直あると話していたが、2019新型コロナウイルス感染拡大の影響で鼻風が働く、予定の職場の受け入れ体制が整わず、引退時期が伸びているという、結果的に前日の恒例記録が樹立された格好となった。 西女二段77枚目で迎えた2021年3月場所では3連敗後8日目の4番相撲で同場所初勝利を挙げ通算勝利数を669勝として元横綱朝昇龍に並びその後10日目の取り組みで敗れ同場所負け越したものの12日目の6番相撲に勝利し朝昇龍の記録を超えたまたその前日に 現役力士中通算2位の785勝を挙げていた横綱各流が引退したこともあり、通算勝利数で白鵬、玉足に次ぐ現役力士3位となった。2021年3月場所終了現在、ありがとうございます。